さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 1>, 1本目は、麻生太郎、高市を備えるんだというね、TBS の記事があったんですけども、これ、なんかおかしいんですよ、これね、魂胆見え見えの TBS の記事、さあ、2本目なんですけども、こちらもやっぱり TBS、今日は日曜日ですから、サンデーモーニング、石場に騙され、イラつくということで、そりゃそうでしょうね、あれだけ持ち上げたんですけども、あんだけ手のひら返しをされてしまいますと、これはね、半日 TBS としては、もう頭にくると、はい、その他のね、いろんなこと、はい、これもね、紹介していきたいと思います。さあまずはじめに TBS の方の これは記事なんですけども、はい、高市さんと麻生さんと、このお2人がいるわけなんですけども、じゃあ、記事行ってみましょうね。これね、ものすごい長文なんですけども、結論だけ言いますね。高市、用意しとけ、次の総裁選に向けた麻生氏の助言、高市早苗氏が目指す総理の座、石破政権の次を見据え、課題払拭,拭に動きということで、ずっと書いてあるんですけども、真ん中、ガッツンともう抜いちゃいますよ。そして結論、これなんですよ。さあ、読みましょう。自民党の麻生元総理ってあるんですけども、まあ、実はこれね、 高市さんが総裁選が終わって負けた後に挨拶回りで麻生さんのところに行ったとそして行ったところでこう言ったというそういう記事なんですよ。 自民党の歴史の中で3年以上総理を務めた例は7人しかいねえと俺も菅も1年で終わった石破はもっと短い会かもしれねえだから高市用意しとけ議員は仲間づくりが大事だからこれから半年くらい飲み会に行けと安倍氏がいない中仲間づくりに取り組んだものの輪を広げきれず総裁の座には届かなかった高市さんとしかし変化は確実に見られる前回は世話になった議員に対してお礼がなかったなど批判を受けたが今回高市さんは総裁選のお礼を綴った手紙を 各議員に送ったと。まあ、これで終わりなんですよ。でね、これ。 上見てください。まずおかしいですよね。何がこれほら、麻生さんの言葉まで真似してるでしょ。えー、勤めた例は7人しかいねえとか。あのー、TBS の記者の方、この場にあなたいたんですか。はい、まずはその問題ですよ。だってこれは高市さんは基本的には一人で麻生さんのとこに行って、今回すいませんでした。ありがとうございましたって言ったわけでしょ。んな立ち話をしたわけじゃないんですから。なんで TBS はこんなこと知ってるんですよ。もし知ってるとすれば、高市さんに誰かが同行して、その同行 そした議員から TBS は聞いたってことになりますけどもそれにしてもおかしいんですよ他の会社がね同じ内容を出してないんですとなると高市さん陣営は意図的に TBS だけにこの情報を流したってことになるでしょそんなことあるわけないでしょなんで反日 TBS にこれだけを流すんですかはいまずここが一点どう考えてもおかしいんですよ そしておかしいところはまだ他にもありますじゃあ本当にですよ本当にねこの内容というのをじゃあ高市さんかもしくは高市さんと一緒につくそった議員が TBS に漏らしたとしましょうねでもねこの記事まあ私ね真ん中全部ごっそり抜いてるんですけども最終的には高市頑張れというねそういうニュアンスになってるんですおかしいと思いません、ね、仮に TBS がこういうことを聞けばですね、えー、高市さんというのは依然として麻生さんと組んで古い自民党の政治をまたやろうとしているととんでもない 連中だという形で高市さんを草しに来るような締めでやってくるはずなんですがこれ見ますとね高市頑張れもっと言いますと高市応援団はもっと高市さんは煽って応援するんだとそうとしか見えないんですよはいこれなんでだと思います簡単ですよね石破さんと高市さんで自民党が割れれば漁夫の色利を得るのはね誰だとはい、立憲民主党ってことになっちゃいますよねだから tbs はねおそらくね、それをね私狙ってると思うんですよそう じゃないとこの記事は全く たくね意味がありませんだから一番高い可能性としてはこれ自体がもうね TBS の私ね飛ばしだと思うんですよねおそらくですよ飛ばし記事だとで飛ばし記事で書いて、えー、石破さんがですね TBS の思っているような反応をしないとそれはそうですよこれでね散々今までこの石破が人気だ石破が人気だってやりながら全然そういうふうにならなかったわけでしょでね結果的には高橋さんと競ったとしかも石破さんが、えー、願ってたようなそういうようなね方針取らずに手のひ 返ししてるとふざけんないってこととにななっっちゃうでしょとなったら高市さんを応援して中を割らせると私そういう作戦だと思いますですからね、えー、あと選挙まで1ヶ月弱ありますけどもこの間に TBS というのは高市さんの人気がぶり返しているというニュースをそれとなく出してきますよ皆さんよーく見ててください必ずこういう反応をしますで自民党を割らして立憲民主は素晴らしいというねそういう方向に持っていくのはな ほぼほぼ確実だと私は思っております。 でちょっと関係ないんですけども記事の間に困難があったんですよね逆転負けの決戦投票勝敗の分かれ目はということでまあこれ結構言われているんですがあの決戦投票前のあの高市さんの演説が今一つじゃなかったんじゃないかってこと言われてますよね実はね私もあれは生で聞いていましたけども高市さんあれと思ったのは事実ですあのー、この話の内容の組み立てが結構バラバラだったんですよで高市さんここに考えあ書いてありますけども決戦投票前の演説の内容というのは高市 考えていないといつもと同じですからというふうにこれ答えているでしょでこれは私そうだと思うんですよ高橋さんあの喋り方というのは十分に練ったとは思えませんとりあえず出た,出たことを勝負でいつものように喋りゃいいやという感じに聞こえましただから急に公明党のことを持ち出したりとかねでもっとね持ち前の日本を守る安保とかね、えー、対外政策とか外交これをねガーンと言うかと思ったんですけど現実的にほら ほとんど言わなかったでしょ。あれと思ったのは事実なんですよ。あれは私ね高市さんちょっと失敗したなって気はしました。まあこれは事実ですね。はい。いずれにしましてもこの2人の関係ですよ。なんか高市と麻生が密談をね、えー、交わしたとかですね。密約を交わした。 そんな妙な記事というのは今後どんどん出てくると思います。だけどね、僕たちも本当困りますよね。なぜかと言いますと、とにかくね、石破首相を応援した人間にはどう考えてもね入れたくないんですよ。だけどこれやってしまうと、立憲民主は反日マスゴミの思う壺ってこともあるでしょう。じゃあどうするんだって言われた。じゃあね、自民党で一致団結して石破を応援したね、議員でも応援しようかって。いやいや、そんな気には全くならんですがまあ本当に困ったとしか言いようがない。ですからね昨日は 私、動画であげましたけども、福井一区、稲田朋美ね、ね網田悦先生でございますけども、あそこに参政党が田中小春さんという38歳の女性を当てました。でね、結論から言いますと、まあ、勝てないですわ、どう考えてもね、私、勝てないと思いますよ。で、勝てないと思うんですけども、ぜひ田中さんに票を入れてほしいと思います、福井の皆さん。で、そうすると、このね、稲田さんに対して、この田中さん、参政党の田中さんが、どこまで肉薄するかね、ね、普通であれば、どう考えても稲田さんに勝てるわけない。 ないんだけども、それなりにいいとこまで行ったぞと参政党が票を取ったというのは自民党に対して相当なプレッシャーになると思いますですから私は昨日の動画で参政党のこの田中小春さんを応援してほしいとで分かりますよ賛成党いろいろあることはよく分かってますし賛成党あのごたごたが多い引いておりまして支持率急減しておりますそれ当然だと思いますただ今回に関してはそれとこれとは別に今言ったような理由からも私はね福井一久の皆さんにはあの田中小春さんに私は投 して欲しいと思いますテコットでお次はサンデーモーニングなんですけどもいやー今日もねひどかったと言いますかコメンテーター全員がね意味不明のことを言っておりましたさあまずはね青木さんあっと違います青木さんはね、えー、今回私の動画に友情出演ということでございましてまあ出ることないですわねでね今回松原さん出ていたんですけど松原さんねこれ聞いてますとよっ 悔しいと言いますか恨み物を石破政権にぶつけておりましただってね総裁選があるまではどうですか石破さんは国民的な人気が高くていいことも非常に言ってるともうね心の中でベタボメだったでしょうところが石破さんが総裁になって次々とね軽さを発揮しまして前言撤回手のひら返しをやってきましたそうしたら松原さんもう相当イライラしてるんでしょ石破さん最後にはねこんなこと言ってるんですよね石破首相は両親に従うのか否かこれをね今 日本人はじっと見ているんですよと,、えー、と、なんかこれおかしいと思いませんか、つまり松原さんが言うことの人間の良心というのは、石破さんのような意味不明な左翼的な発想と政策ですよね。あれをやると良心に従ったということになって、それを否定すると良心に従っていないと、つまりおかしなことを言ってるということを言うんですよ。それをね、今日の地上波でも、ね、言っておりました。他のコメンテーターも全く同じなんですよ。石破さんは我々を騙したとかね。えー そんなこともも言っておりまししたもうめちゃくちゃゃくでしょでこの松村さんそんなに頭の悪い人はないと思うんですけどもなぜかこの「三文字」に出ますと完全にの論理といいますか頭の中ぐっちゃぐちゃになっちゃうんですよ。でね 今もお話しましたけども、これ TBS ですよ。見てください。9月9日なんですけども、はい、事前の世論調査によりますと、はい、どうでしょうと、場さんが石破さんが23.1、小泉さん28.5、高市さん10%切ってますよね。で、これを自民の支持層に限ったと言っても、結局、石破24、小泉34、高市11.7と。ということで、どう考えても高市さんが勝てる見込みはないと。はい、これを見ましてね、盛んにやってましたね。 小泉さんであり石破さんであるとそういう形でガンガン煽ってたんですけどもさっき言いましたように実際になってやった石破になったぞとこれで日本をね左の方に持って行って悪くできるぞと思っていましたら石破さんがねもうフラ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 してるとだからあんなことになってしまってねこの松原さんもガン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 機嫌悪くして怒ってるんですよ。 そしてもう一つ、これで非常に気にかかるんですけども、このね、まあ、JNN もまあテレ朝でも何んでもいいですあの、今回こうやって予想を出したでしょこれが大きく外れてるんですけども、この検証っていうのをね、やつらは絶対にやらないんです。 で今回のこの総裁選の予想なんですけども、えー、読売ですか、そうですね、読売グループと、あとは JX 通信社が出したあれ、あれがほぼほぼ正しかったですよね、しかも出たときに、この情報というのは極めて精度が高いと、前回の選挙でもこれは非常に当たった、だから今回も高い確率で当たるだろうと、まあ、日テレはね、そのあたりというのはちゃんとそれ報告しておりましたでしょ。 党員票はしたといいういうううそ結果が出たじゃないですかねところが見てくださいこの JNN というのはもう明らかにおかしな聞き方をしてるわけでしょで選挙が終わってしまうとこれは全部蓋を閉めてしまっていやいやそんなね、えー、世論調査なんかうちやったっけと言って開き直ってるわけなんですよねだからおかしいですよねあんだけ散々石破さんは国民的人気が高いと言いながら、えー、今回のね世論調査やると全然ね支持がないとしかも散々褒めてたマスゴミが急にね腐、えー、し始めるというおかしいですね おかしな行動に出てきたわけなんですよね。もうみっともないね、こういうね、最悪的な行為やめろと私はね、言いたいと思います。さあ、今回なんですけども、このコメンテーターも出ておりました、辻さんかな、まあ、若者代表みたいな形にやってたんですけどね。さあ、辻さんも、まあ、この戦意権についてはいろいろ言ってたんですが、私ね、今日のこの三文字で一番ひどかったと思うのは、実はなんですけども、 フラッシュモブ強盗って皆さん知ってます要はね、これアメリカのこれでやってたんですけども4,50人の若者が集結しましてよーい、ドンという形でセブンイレブンかどっかに押し入るんですよで、手当たり次第に物を パララッてて逃げていくとだからフラッシュモブで、すよねこれれをやったた映像が流れていましたでこんなものはね、完全な民度の問題といいますか、話にならないんですけども、辻さん、どんなコメントしたと思いますいやー、これはね、貧困がまずは原因なんですよ。はい、一発目はこれでしょう。違いますよね。一発目は完全に民度とか個人のレベルの問題でしょう。で、その後に、まあ、その下といいますか、その下ぐらいに貧困という問題も絡んでるんでしょうねと、そっからいかなくちゃだめなんですが、やっぱりこの人たちの頭、 がね少しネジが飛んでるというのは貧困のせい社会のせいにしていくんですよ。そしてそこから引っ張ってきて今の政府が悪いと日本が悪いここに繋げてくるわけなんですね。だからこの人たちね延々とこういう見方をしてますから問題は絶対に解決しないんですよね。さあそして今回ははい安田夏樹さんも出ておりましたけども安田さんのコメントやっぱりおかしかったですよ。安田さんはねどんなコメントしたかと言いますとはい安田さんが、えー、話した内容というのは今の話じゃございませんイスラエル イスラエルの問題で、うんはい、もういつもの調子なんですけども、はい、イランがねイスラエルに攻撃をしましたよね。で当然イランがイスラエルに対して攻撃をしてイスラエルの人は被害を受けているわけなんですがそこはね 何にも触れないんですよイランがイスラエルに攻撃している、こういうのもねいろいろ問題ありますよね。はいこれはもう終了と、それよりもということで、イスラエルが今行っていることはひどいというふうに話を持っていっちゃうんです。どうです毎回この人、そうなんですよ。私、思うんですけども、イスラエルもやりすぎだと思います。今、も元はといえば、ハマスの10月7日、あれね、この動画では言えないような、とんでもないことをしているわけなんですよ。しかも犠牲者1200人ですよ。わかります一日で1200人ですよ。 そのことについて、なぜか安田さんは一言も触れないんですよ、まあ何とも思わないんでしょうね、ところが、イスラエルが何か行動を起こすと、それは許せないと、相変わらずそういうダブルスタンダードをやってますので、この番組を見てます、情弱な日本人のね本当に気,の気持ちのいいねおじいちゃん、おばあちゃんというのは、イスラエルが悪いんだなと思っちゃうわけなんですよね、はいこういうくったらね、変更報道、どんどんなくしていく必要があると思います。はいいいいい皆さんかかかがですすすねままままあた、ま、た来週ももしっっりここの番組をを見とととと思思けども同じよようなことをきっとやると思いますよ 今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加くださいそれでは